皆様新年明けましておめでとうございます日本自動車工業会会長の片山でございますまずは令和6年能登半島地震により犠牲となられました方々に心よりお悔やみを申し上げますとともに被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます被災地域の皆様の 安全確保そしして1日も早い復旧復旧興を中心よりりお祈り申し上げますえ本日はご多忙の中、吉田経済産業大臣政務官様、国土交通省鶴田物流自動車局長様をはじめ、このように多くの方々にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。 自動車ご団体を代表いたしまして新年のご挨拶を申し上げます昨年を振り返りますとコロナ禍からようやく通常の社会生活や経済活動を取り戻すことが実感できた1年であったというふうに思いますまた海外からの観光客やビジネスパーソンの方をお見かけする機会も増えるなど 日本全体に活気が戻り始めた年であったかと思います。新たな1年の始まりを皆様方と共にできることに感謝申し上げるとともに、2024年が自動車産業にとって、より一層飛躍の年となるよう、業界一丸となりまして取り組んでまいりたいと存じます。私は本年1月1日より、 日本自動車工業会の会長職に就任いたしました100年に一度の大変革の真っただ中で会長職を担うことについて改めてその重責に身の引き締まる思いでございます名実ともに本日から自公開新体制がスタートするわけでございますが豊田前会長に築き上げていただいた課題解決に対して チームで取り組む形を進化させ、副会長の皆様や理事の皆様方と一致協力いたしまして、全力でこの難局を乗り越えていく決意でございます。さて、私たちが直面している課題は多岐にわたりますが、今後も自動車及びモビリティ産業が基幹産業として日本経済に貢献するために、向こう2年程度をスコープに、 取るべき具体的なアクションを洗い出し7つの課題として取りまとめたことはご案内のとおりでございますこの中で物流の停滞が懸念される2024年問題への対応は喫緊の社会課題でございます自動車産業の枠を超えて他産業との連携を図り自動運転技術の積極的採用や運行システムのさらなる効率化など 各種取り組みを推進してまいりたいと思います。また、カーボンニュートラル実現については、敵は炭素であり、内燃機関ではないとして、マルチパスウェイの必要性を世界に訴えてまいりました。電動車の普及促進に必要なインフラ整備や、これを後押しする政策が求められますが、これをモビリティ産業への大きな変革期のチャンスと捉え、 研究開発投資を増加させ、新たな市場へのアクセスを開拓することで、競争力の向上に向けて取り組んでまいります。さらには、国産電池、半導体の国際競争力確保、競争力のあるクリーンエネルギー業態をまたいだ、業界をまたいだデータ連携といった課題についても、全力で解決に向けて邁進いたします。また、昨年秋には、 1> 第1回ジャパンモビリティショーを開催いたしました車がモビリティに進化することで新たな価値を創造するモビリティ社会の実現に向け500社の企業団体の皆様と作り上げることができました結果として111万人のお客様にご来場いただきモビリティ産業への期待その可能性をつかむことができました 関わっていただいたすべての皆様に改めて御礼を申し上げます。そして本日は私からのたってのお願いとして、このジャパンモビリティショーを引っ張っていただいたトヨタ前会長にお越しをいただいております。長年、自公会にご尽力いただき、中でも近年は強力なリーダーシップで、自公会改革を断行していただき、 前回いただいた前会長に深く感謝を申し上げます一度マイクをお渡ししぜひお話をいただきたいと思います明けましておめでとうございます豊田でございますまずは能登半島で発生した大地震並びに羽田空港での飛行機事故によりお亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとと,ともに被災された皆様に 心よりお見舞い申し上げます片山会長のご指名により一言ご挨拶させていただきます2010年に初めて次公会の副会長を拝命してから13年半2018年に2度目の会長に就任してから5年半多くの方々に支えられこの度片山会長に助けをお渡しすることができました 皆様のごご支援にに心よりり御礼申しし上げまます本当にありがとうございました自公会の歴史を振り返りますと、1960年代に初代会長を務められました川又勝治さんから、1990年代初頭の5代目会長、久米豊さんまでは、皆さん、4年以上会長職を務めてこられました。 排圧規制、オイルショック貿易摩擦など数々の危機を乗り越え先達が自公会の礎を築かれたまさに創業期だったと思いますそれ以降は会長の任期が短くなり日産トヨタホンダの3社による持ち回りが定着いたしましたそしてケース革命により自動車業界が 100年に一度の大変革期に突入する中、私は2度目の会長に就任することになりました。コロナ危機、カーボンニュートルなど、自動車産業の構造改革に取り組む中で、自動車はみんなでやる産業、未来はみんなで作るもの、いつしかそれが合言葉となり、車を走らせる 550万人のチームができたと思っております会長職はみこしだと言われたりいたしますが、みこしの「こし」という字には、車の文字が入っております。担ぐべきは会長ではなく、自動車産業そのものである。そんな思いで私も仲間と一緒になって、550万人のみこしを担いでまいりました。 昨年のジャパンモビリティショーでは自動車業界の枠を超えて多くの仲間が乗りたい未来を探しに行こうというメッセージを発信してくれましたそして迎えた2024年富士スピードウェイでの初日の出ニューイヤー駅伝で8年ぶりの優勝喜んだのもつかの間能登半島での大地震により 深い悲しみからのスタートになりました。13年前、東日本大震災の時に被災地の方からかけていただいた言葉が私の脳裏によみがえりました。元気な地域、会社の人たちが被災した地域の分まで頑張って日本を支えてください。今の日本には550万人の強くて たくまましい現場があります被災された方々が一日も早く日常と笑顔を取り戻せるよう、550万人の仲間と共に、私自身も動いてまいります。今こそ、対立や分断、争いや誹謗中傷をやめて、お互いに助け合い、笑顔でありがとうと言い合う。 そんな大人の姿を見せるときだと思います。今年は震災からの復興に加え、物流の2024年問題など、働き方が問われる年でもございます。いずれもその解決に向けては、自分以外の誰かを思う優しさが大切になると思います。優しいという字は、人を100回愛すると書きます。 同じ日本に同じ地球に生きる人たちへの愛これから生まれてくる子どもたちへの愛そんな愛が溢れる年となりますことを記念いたしまして私の挨拶とさせていただきますありがとうございましたえただいま力強いまた愛のあるお言葉をいただきましたありがとうございました、えー、ただいま トヨタ前会長から確かに私が助けを受け取りました。今後私たちは自動車以外の様々な産業の皆様と共に手を携えて官民のオールジャパンで様々な課題を解決し持続可能なモビリティの未来を築いてまいりますので引き続きご指導、ご鞭達を賜りますようお願いを申し上げます。最後に 本日ご出席の皆様方の今年1年のご成を記念いた,しいたしまして私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました